このビデオでは、キャリバーパークを使ったマルチパワードメインチェック手法を紹介します。マルチドメイン設計では、保護回路なしに異なるボルテージドメイン間の信号を直接接続することはできません。そこで、キャリバーパークのボルテージプロパゲーション機能とサーキットレコグニション機能を使って、パワードメイン間に保護回路が適切に挿入されているかを検証します。キャリバーパークを実行し、 キャリバー RVE を用いてデバッグします。今回は RVE のスケマティックビューを使いますが、キャリバーパーク RVE からお使いの設計環境を使ってデバッグすることもできます。はじめに3番のバイオレーションをハイライトしてみます。RVE のスケマティックウィンドウを見ると、信号がハイボルテージドメインからローボルテージドメインへ保護回路なしに直接接続されていることがわかります。次に、 2番のバイオレーションを見てみましょう。こちらでは2つのボルテージドメイン間にレベルシフターが挿入されています。しかし、レベルシフターのタイプが正しくありません。信号はローボルテージドメインからハイボルテージドメインへの接続ですが、レベルシフターはロートゥーハイタイプではなくハイトゥーロータイプが使われています。以上、キャリバーパークを使ってマルチボルテージ設計を検証し、 結果をキャリバー r RVE でデバッグする方法を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。